はい、皆さんこんにちは、ケワイシヒデです。いつも見ていただきましてありがとうございます。はい、今日のライブ配信のテーマはやっぱ愛やでというテーマでございます。お伊勢さんの参りの、それのちょっとお話を少し、紹介させていただきたいと思います。神社巡りをすると何しかその神がかったというか神の使いのような人が必ず現れるんですよ、僕ら夫婦の前に。で、今回もその本当はあれ普通の人間違うじゃんかという、この本当にその神様のようななんか使えるような人が2人おったんです。まあ3人ぐらいおったかな。で、そのあまりにも奇遇な話があって、ミラクルのことがあったんで、それをちょっとご紹介させてもらいますね。というのは、まあその伊勢行くときに僕ら今日は車で行かずにですね、いつも電車で行くんですけど、その電車に行くパターンがですね、まあ、近鉄電車、大阪の鶴橋から近鉄の、伊勢島ライナーか、それに乗って行ったわけですけど、まあ、向こうに一応検索したら伊勢神宮の一番近いところの駅っていうのが五十鈴川駅っていうのかな、はい、そこがあったので、まあ、一応そこを降りたわけです。で、そこを降りたら意外となんでこんな小さい駅なのみたいな感じで、本当にね、バス停1個ぐらいしかなかったんですよ。それが五十鈴川駅っていうんだけど、まあ、そこでタクシーに乗ってしまえば今回のそういう出会いはなかったんで、もうちょっとバスで行こうかということで、バスでですね、まずその近くの猿田彦神社へ行きました。で、そこから猿田彦神社へ行ってからがちょっと面白い、まあ、ミラクルがあったわけですけど、というのもですね、このバスも、その猿田彦神社へ行くバスも、普通バスって15分とか遅れることあるんですかね。その僕は全然知らなかったって、この15分ジャストにあるバスが来たの30分やったんですよ。で、そこのバスが15分遅れるってことあるんだなと思いながら、その遅れたことが全部最終的に時間がずっとタイミングよくして最後ミラクル起こるんですけど、が起こったんやけど、まあ、そこでまずバスが15分遅れました。で、そこから猿田彦神社行って参って、そしたら次も結局はメインが伊勢神宮行くつもりだったから、猿田彦神宮やからもうタクシーで行こうかということで、まあ、そこからだったら5分か10分で行けるということだったので、そのタクシーに乗ったんですよ。そのタクシーの運転手さんがあまりにも神がかってたというか、乗った瞬間に僕らの2人を見て、もう瞬時に今日はこうしてこうしてこう行くん違いますの、もう行ってきたんですかみたいな感じで、ない車で、はい、10分ですから、はい、こういう感じで、はい、それでここに行く前に、ついでここの途中にね、はい、月読みの宮って言ったら、そこ行きたかった、ここも寄れますからここ寄っといて、ほいでこう行ったらいいもんで、はい、ありがとうございます。知らないとね、生活全部僕らのなんかルートをですね、提案してくれるわけですね。で、その伊勢神宮行くときは、まずその、二見神社、二見なんとか神社って言うのかな、まあ、いわゆるその、夫婦岩のあるところに、ね、行ってから、身を清めてから伊勢神宮行かなあかんでということで、そのタクシーのうんちゃんは、結局そこからもう10分行ったらいいところを僕らにそれを提案してね、まあ、商売うまかったんですよね。で、双子島までずっと走るわけですよ。で、普通だったらまあ1000円かそこらで行けるところが、どんどんメーターが上がっていってね、2000円3000円になり、で、その代わりいろんなところを回ってくれてよかったんですけどね。結局うちの奥さんがこれいくらいるんよって焦りながら、もうどんどん焦ってきてね、で、参拝どころでなくなってきたわけです。だけど、まあ、その運転手さんはほんまにね、僕らのこともで言うてくれてるんだけど、まあ、せっかくだからこっち行きなよ、あっち行きなよって、ね、泊まって待ってくれてね、行ってわけですけど、で、伊勢神宮の、まあ、下宮まで行って、とりあえず1日回ってもらったんですよ、いくつかね。で、そのタクシーのうんちゃんの、もうなんていうかな、昔の職業が美容師さんなんですよ。60いくつですよ、60いくつで、うちの奥さんが美容師さんですかって言って、職業がまず合うわけですね。そこでまあ話がめちゃくちゃ盛り上がりました。でもそのタクシーの運転手さんとバイバイして、で、僕らは伊勢神宮ずっと回ってたわけです。で、とことん回り尽くして、もうヘトヘトになってきて、もうそろそろでも、もうある程度、夕方4時5時ぐらいだったかな、ちょうど帰らなあかんなということで、そのまあまたその一番最初に降りたその五十鈴川駅っていうところのその駅に、まあ、バスで帰ろうかなと思ったら、これまた急に雨降ってきて、もうこれ雨降っ
ただこれバス停まで10分ぐらいあるからちょっとあかんなってことで、もう車内境にその通りすがり の, あのタクシーちょうど前通ったんで、パッとこうね捕まえたんですよ。運よく捕まったんです。でそのうんちゃんがね、これがまたのその朝の乗してくれたうんちゃんの喋りよりかもっとその10倍ぐらいむすテンション高くてめちゃくちゃ笑えてくるわけですよ。もうでも僕の前の職業当ててみなとか言ってね、めちゃくちゃ僕ら疲れてんのにものすごいトークの炸裂のトークでね、そのうんちゃんがそんなあなたの前の職当てたところでどうよと思いながらね、どん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 言うんやけど、結局クイズみたいに言っていくの一個も当たらへんですわ。で挙句の果てに、なじゃあ何ですか教えてくださいよって言ったら、自動車学校の教員なんですよ。ええって言うて、それ僕も自動車学校の教員なんですよ元ね。だからそこでまずうちの奥さんは 朝の乗ったタクシーが美容師さんで、僕が今度その、晩に乗ったタクシーのうんちゃんが、元教習所の先生、もうまずこの奇遇のミラクルに僕ら取り払ったんですよ。でもうあのなんていうかな、そのタクシーの運転手さんめちゃくちゃその男前で、もうなんかホストやってたぐらいの喋りなんですよ。でいろいろ話聞いてて、もうあの着くんちゃいますって言って着いたんですよ、その五十鈴川駅ね。でもそこでとりあえず1000円もいらんかったんですよ。でその運転手さんなんて言ったと思います？お兄ちゃんなこんなとこで降りてもこれすぐ電車来んのってけえへんって言ったら、なんかほんならもうあの次のもっとおすすめの駅を送っちゃって言って、結局また倍ほど走らされるわけですよ。わかりますか？あのだけどもお兄ちゃん僕らを信用してって言って、あのもうここへ来たらあの宇治なんとか駅があかんわとか言って、でそこへ連れてもらったんです。これまたタクシー代がこの倍以上になるわけですね。で そうやけど、まあなんかこの おっちゃんめちゃくちゃおもろいなと思ってしゃべって聞いてたら、ふっと 見た瞬間に朝乗ったタクシーのうんちゃんの正義がと一緒やったんですよ。僕それ気づいて、あれ朝乗った人のうんちゃん の正義と一緒なんですけど、この正義ってこれ三重県多いんですかって言ったら、いやそれないと思うけどね、そのうんちゃんと僕とどっち男前やったらとか言って、もっとこう運転しながら後ろくる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 振り返って、男前やろ男前やろって言うわけですよ。で男前、それは男前ですよって、そうか、その朝乗ったやつよりか男前か、うんバッチリ男前ですわって言うたら、それ兄貴やっちでしょ。ね、こんな奇遇なことありますか？それもタクシー会社別々なんですよ。で兄弟で仕事を一緒にやりだしたのと違って、たまたま知らん間にずっと遠のいてて兄貴もタクシー乗ってて、弟もタクシー乗ってて、でその2人が僕らの朝乗ったタクシーの兄貴と夜送ってもらう兄貴、弟タクシー会うって珍しいでしょ。まずこの奇遇ね。それと元職業が一緒で、もう一個僕が、ね、取り払ったのがね、僕一応ねあの自動車学校行ってる時にもうこの日本の車の免許証全部取ろうと思ってライセンス取りまくったんですよ。観光バスからトレーナーから大型の特殊とかもう全部取ってて、その免許の数がね一応ね僕8個あるんですよ。わかります？8個で、僕そんなこと全然運転手に言うてなかったけど、その運転手さんが自慢げに、お兄ちゃん日本で乗れるあの車の数いくつあるか知ってるか、免許いくつあるか知ってるかって言い出したわけですわ。いや僕も結構持ってるでって言うたら、そのうんちゃんが僕も8個持ってんねんとか、8個って言って、僕も8個持ってまんがなって言うたら、嘘言えやそんなことないで、絶対にそんなことないわって言って、見せてみなって言って、その60いくつのねうんちゃんがね、運転しながら ちゃいますね、止まってね、止まってわざわざその免許証確認するために止まってよ、2人でこれ見合わせたわけです。おいほんまに8個やな、こんな僕奇遇なこと知らんわって言って、その運転手もねめちゃくちゃね鳥肌立ってたわけですよ。で元教師、僕も教習所 の指導やってたんですよ、今はこんな美容のあれやっておるけどって言ったら、そうやな、ほんで兄貴も美容師よなとか、元美容師やったなって言って、この4人のこのなんていうミラクルの、ね、なんともたまらんね、あのこの運転手さん商売上手やし、言うてもいっぱいこういうのとか連れてもらったけども、実はほんまに神の使いちゃうかと思ったのは、最後に、そんな面白いことがあったから、なんかそのタクシーの運転手も帰れてなかったよな、僕らを見送って、一応その宇治なんとかどこやったっけ、宇治山田駅に着いてから、もうじゃあすいませんおぎんって言って、あの握手してね、もう僕も思い出になりましたって言って、じゃあ運転手さんが最後に
僕の男前には勝てんけど奥さんの若さには負けたよとかこう言うわけですよ。ほんで最後に何言うのかと一歩言うていいかもう最後言うとくぞ、これだけ言うとくぞ、やっぱ愛やでとか言うてキザに決めるわけですよ。でもういやいやいやもうそんな笑わかすおっさんやなと思いながらもうお気に切って帰って、あの帰って一応その駅の中行ったわけですよ。でチケット買ってて、チケット買ってたらまたその運転手ブワーってまた歩いてきて、あ、言うの忘れたお兄ちゃんだ、あのね今度またねあのここへ来なあかんことあるぞ、なぜかっていうとあれ伊勢神宮行った後になんか締めのね神社行かなあかんっていうことを言うの忘れたとかって、これ何ちゅうとこや、金剛障子って言うんやて、でそこへ行くチケットをまたわざわざ一旦売買してまた持ってきてくれて、駅の中まで持ってきてくれて、ほんでその僕らもらったわけですよチケットをね。じゃあこれまた来なあかんな、もう次来るときはでもぜひねあの何々さん あの僕予約するさかいちょっと教えてよって言ったら、教えてってあの飯ちょうだいって言ったら、そんなもらいらんぜって会えるようになってってまたキザなこと言うわけですよね。だからねほんまにこの縁っていうのはほんま素晴らしいなということ、うん、でやっぱりその運転手さんに乗ったことによっていろんな情報もいただいたし、で最後にまたその帰るときにそこのあの何唐揚げ丼っていうなんかね有名なとこあるんですって、あったんですよ、全国はそこしかないっていうとこ、そこまでわざわざまたそこも紹介してくれて、で最終的にまた2回目、もう1回くどいやけど言うで、人生は愛やでって言ってね帰っていきましたわ、はい。まあ、何しかねほんま面白いね、あの漫画に出てくるような運転手さん、60いくつだ思えやんぐらいね、めちゃくちゃおしゃれでね、あの俳優でもやってるのかなっていうそんな感じの人でした。まあこれ今回の旅で思ったことは、なんかこう人間って時間決めたりして誰と会おうとか一応いろいろやってるけど、そのなんていうかな、自分らが意識せんでもなんか時間が、例えば今回バスで10分遅れるとか、もうあのいろんなトラブルがあった中で最終的に雨が降って目の前に来たタクシーの、ね、運転手さんが朝の兄弟やったとか、こんなタイミングってこう本当に秒単位で測っていかんかったらなれへんわけですよ。こんなミラクルなことってもう宝くじで当たる以上のもうミラクルで、僕らも2人でも舞い上がってもてこれなんか絶対にこれメッセージくれてるよねって宇宙からのメッセージじゃねえとかいうことで、うち あの夫婦でまあいい旅になったということをね、まあ、今日はライブ配信で誰もごめんなさい見てくれてる人あの僕無視しながら喋り倒してたわ今ねその時のイメージずっと思い出しながらやってた、ごめんなさい、面白いって、あれいっちゃ見てくれてた、ありがとう、面白い、まあ、ちゃんとようね説明しやんかったんで、あの僕今日はリンク先の時にもうこんだけのね長いことはねよう解説せんわと思ったんで、あのうちの奥さんがうまいことね記事あの書いてくれてるんで、あのそのブログの記事見といてください。ほんまにこれ写真もあるし、この運転手さんの、ね、後頭部だけちょっと写ってるやつあるんや、兄貴の運転手さんの方がね赤い眼鏡かけてるからね、ほんまに素敵な縁をいただきました。そうなんですよ、めちゃくちゃ面白かった。まあ、このなんか旅に出る時っていうのはこういうなんか、ね、ハプニングが面白いですね、うん、だからまあ人生これ旅に出会んでも毎日がもう旅やなと思ったら、毎日何かがこうあのメッセージがあったりとか、まあ、そんなことを考えながらね、まあ、生きていくともっともっと楽しいんじゃないかということでございます。まあ、目の前に起こることがいいこともあれば悪いこともあるか分からんけど、全てがそれが必然としてですね、何か新しいミラクルを感じさせるためにこの時間も動いたり人生が動いてるんじゃないかというようなことをね感じた次第です。はい、もう本当にね、まあ、たまらんかったですね、はい、ということで今日のライブ配信はね、まあ、ちょっとあのお伊勢さん行ってきたでということで、テーマはやっぱ愛やでというね、この愛というね、人のご縁にこうなんか ほほえむとかね、人のご縁の愛を感じる、優しさを感じる、まあ、そういうことが本当に一番幸せなことやろなと思いながら、旅に行ってきましたということでございました。